では五分。大人気ですね。五分か。五分結構好きだけど多いんだよね。俺ジョルノ好きだけどブチャラティーかな。ブチャラティー好きだな。プロシュートの兄貴かな。いいね。ちょうど出たっけ今。兄貴。僕であんまり考えたことなかったな。かっこよさだけなら、メタリカ使ってるリゾット。リゾットエイロ。一番好きだわ。私も。かっこいいよね。かっこいい。かっこいいんだよ、リゾット。めっちゃ好き。俺、あれ、普通になんかこっち側でいてほしかったんですよ。そう、なんか、朝チームが全員なんか、目的がほぼ一緒なのが惜しいっていうか、なんか死ぬ必要なかったじゃんってなったら、そのうち外伝出すんじゃねえ。全員いなくなってから、ボストの、ボストを敵対したから、ね、そう、だから、もっと早ければ、みたいな。みんな味方で生きてたかもしれないって思うと、すごい悲しかった。確かにね。あんな輪切りにされ、壊し残るで。輪切りにされるってもう、この台も強すぎる。スタンド能力も分かんないけど。うん、いるぞ。あんな死に方しなくてよかったんだよ。確かに。リュウゾーはもう、フーゴの見せ場だから。まあ、そうだけど。かわいそすぎる。それしかないから、フーゴは。結構かすね。絶対面白い男なんだけど。フーゴ、好きなんだけどな。腐れないんですよ。ローマ人も結構いいな。いや俺自分好きだよね。結構好き。あのなんか前話さなかったっけ、絶対妹と弟がいるって話したよ、ね、あ絶対妹とか弟がいて面倒見がいい兄貴だと思うのよって。そう、まあ、であの勉強教えてみたいなこと言われてしょうがねえなーつってちゃんと勉強見てあげるタイプだと思うのよ。下の子がいないとそんな口癖になんないと思う、うん、しょうがねえなーって解釈で、うん、そういう話になった。全然描かれないからね、そう、全然ない。そんなものでも結構、ね、いいキャラだから、ね、うん、これ魔女ってこれそれはサーブこの魔女あとちっちゃくしあーはい、あの瓶の中に瓶の中に詰めるやつ。そうそうそう、猫を瓶の中に入れたことだけは許せん。それはそれとしてそれはそれとして俺好きだモールス信号を打つみてえのはサーブ。サーブ能力、スタンド名、うんうん、クラフトワーク、クラフトワークの能力は好き。さあ、あれ、ハリシアーズパーフレーズ出てくるよ。へぇー、ちゃんと生きてっから。俺、生きてんだ、あれ。あの読んだんだけど忘れたわ、中身。やたらタフなキャラだなって言う。さあ、あれと、もう一人、なんだっけ。どれ、あ、もう一人。もう一人。なんだっけ、あの、緑っぽい。その二人。船の、うん、船の人だよ。船と。あの表面にこう、なんていうの、あの二ちゃんと生きてドルの下についてるから、そう、あれって映像化したりしねえの。いや、しないかな。してほしいけど。してほしいよね。セリフとかをゲームに入れてくる、ね、なんだってディアボロからこの裏切り者と恥知らずだかって言われてる。いや、なんかあの小説読んででもあのこう例えば登場人物今言った二人が出てきてその名前がその人だってピンとこねえもん。だって、ハリシアズのやつの、あの、マイクチームの、ねえ、なんか、こう、つられた人。マイクチームのあの人、トニオさんの兄だ、弟だから、うん、この関係だから、結構重要なところだ。随分話が、あの、敵側の話多くなって敵側すごい魅力的だったの。ゴブ敵が好きだ。主人公の方、まあ面白くはない。あ、好きなやついたよ。ギアッチョ。ギアッチョも好き。ギアッチョはね、なんか、わかるもん、怒り方。最後の怒り方はそもそもギアッチョっぽいから。そうだね。なんちゃらってさぁ、みたいな感じで怒ってたから。まあ、そのなんか、理屈に合わねえよなっていう怒り方は本当納得できる。ねほりはほり。ねほりはほりってよ。わかるもん、ね。すんごいわかる。何？うん。やめろ。うん。
あんまり活躍がなかった。あ、マッキーよ。てかメローネはあのー、あのなんかなんかピンクっぽい人、ちょっと変態臭い、ピンタ、こういうピンタされてベイビーを、こういうマスクしてる、ベイビーっていうのを作って追跡させたりするみたいな。ディモールとか、ディモールと懐かしい、ディモールと使ったわ、ラッチョ、ギアッチョが信頼されてる感じに。コンビだったんだろうな感が、うん、あの被害に遭った女の人すげえかわいそうだ、ね、え、何汗いきなり濡れてるってトリッシュもいいキャラだよ、うん、なんか成長がよかった、うん、最初すげえあの嫌な女感があって、うん、いやー指に毛が入ってるバチ臭い臭いよかわいそう。なんであのだんだん成長していい子になってったところでそこであのちょっとキャラ崩壊するんだろうと思ったけど、じゃあ戻ったと思うな、匂い割と、うん、普通になんか気にならなくなったって感じの描写だったからな、うん、ミッサがかわいそうな大衆が臭くて指に毛が生えていることが読者に言われてバカされただったらフーゴが好きだね。ミスターな、ミスターか、味方だとミスターかな。どうすんだよミスターそ れ全部紹介、ピストルズが好きなんじゃねえの。いや、あそこはセットでだよ。だってピストルズのあの人格全部ミスターの中に存在してるんだと思うと面白くないすごいよね、スタンドってそういうもん、ね、そういうもんだから、方だとぶちまっていいな、うん、声はゲーム版のが好きだからアニメはそんなになって感じ。その前のゲーム版ってこと、前の CM とかで、サスケとか、サスケの声、シロとか、うん、エイト今のね、あ、そっか、シロね、そうね、なんだよな、あ、そっか、そっちか、ディアボロの中に入ったあの、あ、名前出てこなかった、ブチャガティ、ブチャガティ走ってくる、走ってくるブチャガティが一番かっこいいと思う。 あそこは、そこが一番かっこいい、あれが一番かっこいいディアボロのボそう、ディアボロのボディの一番かっこいいシーンがあれだと思う。なんかボスもボスで割と好きなんだけど、なんか変に爪が甘いだけ。アニメのあの子になって情けなさが、小西さんになってすげえ情けない感じになって、うん、ただそれはそれでいい、なんかあの声優さん自体が結構コミカルな役多いってのもあって、イメージが、俺ゲーム版のナランチャすげえ好きだった、三瓶優子さんがすげえ好きで、ボルトの声、うん、聞いたことあるわ、あのキュアドリーム好きなんだよね、キュアドリーム、プリキュアの中で一番好きなキュアドリーム、三平さんがやってるってやってるから好きもあって、うん、あのすげえ好きだったんだよ、まあ変わったけどね、うん、プリキュア見たことないな、セーラームーンしかない、セーラームーンあった方がすごいよ、いつの親の影響で、俺あのやっぱ電車の中でのバトルが一番好きだっけか、兄貴な、兄貴はよかった、あのあれ2話ぐらいかな、アニメで言うと1話ぐらいかな、もう少しあったのか、2話ずつありそうだけど、ヒロシュート戦闘は別戦闘なんかありそうだけど、4話ぐらいやってる可能性は、兄貴のスタンドの見た目がすげえ好き、グレートフルデッド見た目がすごい好き、マシないみたいな、珍しい、ザ・ジンガイ好きだよ、ザ・グレイトプレゼント、ザ・アニメ、ザ・グレイトプレゼント、死ぬ前ずっと発動し続けてる、めっちゃかっこいい、もうすごいな、覚悟はいいか、俺はできてる、あそこぶち当てに一番かっこいいよね、あれあれもう本当に、ならもうプロシュートとブチャラティの戦いがね、あそこマジブチャラティ一番かっこいいと思う、めっちゃかっこいいんだよな、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルアーキー、なんだっけ、オアシスのやつ、なんだっけ、
セッコ、うん、セッコとルチャラティのとこ俺あんま好きじゃなかった。へぇ、チョコラータさんとか結構被害者多すぎる感じがして、ちょっと怖かった。あそこ不幸になる予定だった話ばっかり。ああ裏切ってみたいな話、うんうん、だから離脱する、うん、時離脱した組織に従った結果、敵対するみたいな。だからウイルス、あそこはウイルス、フーゴのウイルスに変わっても問題ないから。あ夜だし。なるほどね。うん、カビじゃなくて。それだとちょっとね、辛すぎるっていうのがなくなってきますね。確かに辛いわな。あれ何って言うんだっけ、何枚。グリーンデーじゃん。あれ。あの飛行機に歩いて近づいてきた人の、ああもう本体死んで、そうそうそう、BIG みたいな、うん、なんだっけな、ラビーン機で燃やして、なんだっけな、ピックスモールンだと、それ芸人さんだからな。カルネっていう、ノトリアス、あそれだ、ノトリアスビッグだ。なるほど。あの話はな、てかあの人が気持ち悪かったな。なんか異常な感じっていうか、うん、近寄り方というか、死ぬまで、そのためだけに来たんだこの人みたいなの、殺されたら怖かった。すげえもんにゃ、まあ、それなどうやってその能力分かったのっていうのが、うんうん、怖いけど、まあ、組織にいたんじゃない、その能力分かる人が、まあ、そういたのかもしれない。判定するやつ。すげえ戦いだっけもんな。あの飛行機の中で戦うのちょっと怖いんだよな。タワーオブグレーとかさ。兄貴の話3話ぐらいかもしれない。14話がフィレンツェ行き超特急取り下げたいと。で、その次15話がザ・グレートフルデッドその1。で、16でその2。で、その次ベイビーフェイスだから、おそらくこの3話。へぇ、あんじゃん。ビーチボーイズっていうのはないか。かわいそう。ビーチボーイズその1。エシアの成長も好きだから、うん、ジャイアン。ジャイアン。これ、木村昴だ。あ、そうだっけ。違う。そうだっけ、覚えてない。あれ違うっけ、そうだと思うよ。だよね。うん、全然気づかなかった。ジャイアンにしか聞こえないと思った。マジ、あんまり新しいもんじゃない。聞き慣れてないから。あんまり。見てないと、それは、ね。見てなかった。覚えた、ちょっと。序盤使っ、その能力使ったけど、もうねえな、みたいな、ちょいちょいいっぱいあって。ああ。跳ね返す能力とか。あれ、どこ行ったんだろうね。殴られたの、そのまま跳ね返してた、あれ。涙目の。ルカ。うん。強いもん、ちょっと。こういう地区当てとかやってたような気がするけど、あんま覚えてない。なんか、跳ね返してた、重力。なんかジョルノがすげえこう活躍したっていうバトルがあんまりないって、あのなんかヒーラーの役割が強すぎるって、中からも回復役になっちゃう。そうなんだよ、こうあのパーツ作ってはめ込むみたいなさ、そういうのの方が多くなっちゃったみたいな。基本ミスターとメジャラティが戦ってくるから、そうミスラティ戦がすげえ多い、ね、多いね。だからブチャラティしょっちゅう高田氏は穴だらけだもん。ゴブ見る前ブチャラティが主人公だと思ってた、うん、だからジョルノ知らなかったな。ゴブ見てなかった。なんか見てる時に長く話したような気するけどさ、ブチャラティ撃った弾を大体跳ね返されるかなんかしてさ、自分の弾で怪我してる。ミスターあ、ミスターでした、うん、確かにミスター大体自分の弾で、ね、もうお前銃使うのやめろってぐらいなんか自分の弾であなたがけ一番体が、うん、トルーノが戦ったシーンそんな思い出せない、あのメローネ戦とかベイビーフェイスぐらい、あれはホワイトアルバム、あそうホワイトアルバム、いやもうあれはほとんどミスターでしょ、まさかに組んだ最後の曲が有名なシーンであるけど、大体ネタにされてる、あとチョコラータ戦とか、うん、あチョコラータ戦かっこよかったね、こぼめの刺し方、カブトムシってすごい、クワガタじゃない、クワガタだっけ、確かにどっちか、これはキモかったな、そこら辺のアニメに、うん、作画が頑張って、バラ抜けた感じが怖かった、カサ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 、そこ見た目は好きなんだけど、なんせこう、
見た目好きでぬいぐるみ作っちゃう。え、いや、しんぼさんめ結構あれです、あるよ、部屋にあのスーツとしては何も着てねえだろうなっていう衣装してるから、ね、通常の人にどう見えてんだろうってやべえ格好してんだっていう謎なんだけど噂のせる髪型で全然わかんない。あれミスターって声今誰やってる？これはアニメ版。アニメ。トリオミさん。トリオミさん。その6部ま、前のゲームの時は誰やってる？ちょっと誰だっけ？東健太郎か赤羽健治。赤羽さんかな。赤羽かな。うん。三定健治の声の人。三定健太郎って。皇帝。グレート大怪ザー。あのイケメンくんね。赤羽さん未だにゴッドイーターのイメージが強くて。まだ。ゴッドイーターのキャラボイス、主人公キャラボイスの声の人のイメージ。ああ、そうなんだ。その中に最初からずっといる。一人だけなんか3文字くらいの用事だったから印象的だ。そう、印象に残るんだよね。青山の冷蔵庫の焼酎の持ってきてる。うん。次のモンハン主人公喋るみたいな。喋るみたいな。そう、ゴッドイーターみたいに喋るっぽいみたいな。うん、だあ、そういえば喋んねえもんな。なんかこうキャラボイス決めてっけど、あのふっはっみたいなしか。いやいや登る時いやいや、そんなカービィみたいな喋りますいやえいはい、ありがとうございます。仮面ライダーエザーゴールエクスペリエンスの服芯、あ、芯見てるんや、そういうの。ゴールドエクスペリエンス。エクイアルスミスだよ。いや、葵もエアルスミス着てんなと思って今日。あ、ほんとだ。今日ずっと着てたよ。俺も、俺もずっと見たっけ。かっこいいんだよね、今日、ジョジョのやつ歩いていくからね。俺もわざわざ着替えてきたから。確かに。俺もメタリコーダー着替えてきた。あ、だね。ジョジョの服、キーホルダーならあるけど。じゃあ、キーホルダー、ラバーストラップだね。ここに。おかっけえこれ。ジョジョの靴や。あんま持ってない。ああ、かき多い。かっけえ。バニラアイスのフィギュア持って。バニラアイスのフィギュアったの？あるで。ちょっと前に。すごいアニメっぽいから。この今日の3人とも何かしら持ってる。お忍びよ。ああ、一応、風吾と奈良との連ドラある。あリゾットの中央線角と粘土の、あ、パープルヘイズのあれもなんか醸造かと思ってた。大学の頃ってか、ジョジョちょうどその勉強し始めた頃すっげー欲しかったんで醸造かと、うん、ただあの当時は高くて買えなかった、うん、あんなにいっぱい並んでたっけ、うん、あのマンダルケに、うん、今も結構高いっちゃ高いっいい、なんか、フィギュアかな。でけえフィギュアみたいな、ジョジョの。俺のペットショップ欲しいなって思ったけど。なんとかビッグ、超スタチュースタチューレジェンドビッグみたいな。ペットショップ欲しかったけど、高すぎて、もう、だけやった。今、ルールやってんだよ。再販。なんか3、4万した気がする。無理だって。肖像ビッグ、そんなことは違う。それじゃなくて、普通にスタチューですよ。だって、肖像って稼働じゃないやつあったじゃん。ああ、そう。ノトリアスビッグ？いや。いや。六部。六部。俺ウェザーリポートが好き。アニメ以外だとプッチシング好きだったけど、アニメにちょっと微妙になっ
ゲームの声が好きだった。ゲームの声が好きだったから誰え、あの、オールスターバッターだったら、はい、早見翔吾、うんうん、で、あの、アイズ・オブ・ヘブンだと、ジョージ中田の中田のジョージ、うん、アニメ声が好きだよね、そこ。あるいは関西になって、それはそれも悪くないけど、若くなったなって感じがしたな。って、まあ、3つまたぐんだ、すごいよ。好みじゃなくなったって全部違うらしい。で、なんか全部悪いことしそうなフェイトの確かにガチャーゲームフェイトの悪役みたいな。そう、みんなフェイトの悪いことしそうな人。確かに気づかなかった。嵐もゲーマーのが好きだったから。あ、そうだね。中村雄一の気持ち悪さがよく出てた、ね、変態。アニメはアニメで、まあ情けなさがよく出てていいんだけど、にじみ出る気持ち悪さが出ててよかったんだけど、色っぽい気持ち悪さというか、アニメで何が好きだっけ。普通にジョリーン好きなんだよ。沢城さんの時もいいけど、別にあのファイルーズさんでもいいっけなと思うんだけど、ファイルーズさんはプリキュアと同じ時期にあれやってたっけもすげえなと思う。そう、本当にです。プリキュアであんなバカみたいな主人公やりながら、相席食堂のプリキュアで出てなかった。ザリポートとか好きだな。エルメースは好き。なんか好きそうだ。なんとなく強い女の人好きだな。FF 好きだな。ああ、FF 俺も一番好きかもしれない。微生物ね。チリギアもかなきゃよかったね。あ、楽しかった。あんまり壁に刺さるキャラいなかったな、そう考えると。リオいるよ。いるっちゃいるでしょ。これ6部の登場人物に含んでいいの。個人だし、まあ、あれ言える。あれカブトムシ。あれ言えない。カブトムシ4回の、言えない。だそれぞれだったら言ったっすけど、順番は分かる。6号祭の道と一軸は秘密のカブトムシのタルト。カブトムシのタルト。ジョット螺旋階段アジサイ。どの順番かは知らん。本当の順番かは知らん。ゲームだと順番通り。違う最初よく分かってなかったから、ランダムに何か言ってんだと思ったもん、カブトムシ多くないって、なんかあまりにもカブトムシって何回も言うからランダムだと思った。そうそうそう。タラ推しではないけど、マンハッタントランスファーってスタンドは好きだ。あの狙撃手の、僕の狙撃手、そう浮いてる、あの骨で支え序盤。あれは割と面白いなと思ったよ。全然思い出せねえ。スタンドだと取り立てのあそこのは結構好き。あれは面白い。野球のなんか投げ合いみたいな。ああ、選球だ。選球だ。ゲームでいい。好きなのとやっぱミュウマリーマス。あ、ミュウミュウ。3個しか覚えられないやん。あれ厄介。あれあの人のすげえっすけど。懐かしい。あれっきしいね。すごいアホみたいだった、そこのジュリー。あそこはなんだっけ、あの幽霊部屋みたいなのに入るやつ。エンリコ。そう。ん？違う。エンポリオ。そう、エンポリオがめっちゃバカすぎて面白い。エンポリオはすごい頑張ってるの。そう、かわいそうだった、報われなすぎて。エンポリオ、頭良すぎだもんな。まあ、そう。本当に何歳なのみたいな。あの、なんか、案内みたいなするスタンドみたいな、あの山口勝平ボイスのスタンドみたいなやついたり、ああいた、あのご主人様みたいなこと言ってくるやつ。ああ船操縦士、あのなんか目そがすとなんかしてくるやつ。カエルになって、そうあれ、あヨーヨーマック、それやヨーヨーマか。あれたち声付きでよかった。そう、あれ声付きで考えればいい、まあ、確かにあれはすごい船運転ですよね、これ。そう。あとあれがちょっと好き、あの頑固ちゃんみたいなやつ。
手にあの頑固ちゃんみたいなやつ、あの監視みたいな、監視の腕についてるあの頑固ちゃんみたいな部分だけ本体はいらん、頑固ちゃんみたいな、あのシャーロットちゃんだよ、あー頑固ちゃん、あれだ、もしくはあれ、ハリモグハーリーのガブリーヌみたいなガブリーヌちゃんみたいなやつ、ピンクのワイン、そうピンクのワイン、ゲスワな感じです、ゲスワ美味しそうですわーとかいうやつ、覚えてないよ俺あの人間性は好きじゃないけど、あの風水のやつは、あーあドラゴンズドリーン、あれは面白いなって、なんか言ってんだよみたいな、あれそう、てかあのすげえ東洋系だよね、うん、珍しく、うん、珍すぎて何言ってるか分かんないのか、まあ、そこら辺ちょっとか、そこら辺がダメだってプラスになってくる、うん、消える線のヘプスなんだよ、あのリオの息子たちの、あーあれ、あーあのウンガロとかリキエルとかなってるとか、どれのスカイハイ、スカイフィッシュ、スカイフィッシュみたいなやつの、うん、あれか、あれの、あのバイクのところだ、うん、あれ結構好き、うん、アイズはなんだっけ、あのピノキオとか出てくるやつ、ゴッホ、あの創作のやつが全部出てくるやつでしょ、うんうん、あの世界規模すぎる、ボヘミアンラプソディ、あボヘミアンラプソディいいね、名前的にあ複雑なんだよな、なんか6部、うん、初見じゃちょっと分かりづらい、6部あたりからね、能力がどんどん入ってくれ今の聞いてて、ああ上げて6部かって思ったなんかちょっと分離した話みたいな感じ、うん、なんかあまりにもあの監獄の中との雰囲気が違いすぎて、うん、あれは誰が戦ったの、まあ、ウェザーリポーターの出てからもあの二人が戦った頑張って、うん、ボロボロになったアナスに頑張って、うん、全然最初のクールっぽい感じないよ、うん、だって最初女だったしそうね、長ではどう見ても女の造形をしていた、女の時のマスめっちゃ可愛いけど、なんかスタンドで他変えてったって話も出てるけど、さすがに忘れたか、なんか変えただけだろって設定変わっただけだよなって、うん、6部はなんか浅すぎるんだ、その自分の中の理解が多分まだ、アニメ、まあ漫画読んだけどアニメを一回見た程度だから、うん、他の部って何回かこう繰り返して見てる、うん、最近だから分かんないってあれだよねちょっとどうかと思うけど、いや6部他の部とか結構複雑だから、うん、主人公視点に寄り添ったとしてもなんかよく分からなくなる場所が結構いっぱいあると思う、能力の規模でかすぎるんだよね、そうね、なんかその町全体とか世界全体とかね、でかすぎるんだよ、変な能力も多いし、うん、これあのあれがすごい印象的だなって、あの加速した時のあの野球の試合、あのピッチャー投げましたって言ったらバーンってなってるやつとかさ、うん、あのこうフライ取ろうとしたらここを顎削ってボール落ちてくみたいな、うん、混乱するんだよ、その世界の人と同じように混乱するって感じがします。あれは漫画で読んでもって思うよね、うん、映像でやっと分かりやすいっつうが、ユーマ全然喋んねえちゃんと集中してんじゃねえ漫画に、めっちゃ集中してる読み始めた時からもうずっと漫画に、いや無料帳に魂が捉まれてる何回か読んでなんか読み直した時からもう理解しようとするから、僕はそう見下さない、うん、確かに難しい話だよね、後半からは、あらすじは結構簡単なんだけど、うん、だってまさかさ、でも高校生の時、まあ何にも知らない状態で、あの
6部の話こう知ってる人から聞いた時に世界終わるんだよって言われて、は確かに一巡するとだけ聞いてる始めた、そうあのこうジョジョのことをプレゼンしてくれる友達がいたっけ、ね、であの6部で一回世界一周して終わるんだよ、うん一周も意味が分かんないよね、旅行でも行ったんかみたいな感じの世界一周するって何、読めば、ま、なんとなく分かるけど、うんうん、いやあのこうんだからこうあのだから7部が、ま、今やって出るみたいな時だっけな、ね、きっと7部で7部から新しい話なんだよみたいな言われて全然こうピンとこねえけどね、あの時は6部って全員アニメ出て、アニメ最後まで見てないな俺、でも漫画で全部見てるから内容は知ってる、アニメの最後で曲かかるのよかったかなって話すっかなと思って、ああそうなんだ、うん、見た方見てもらってそれは見てえなだからちょっと話はやめとこう、その歌のカットイン入るのは熱いよね、ああ